春だ、桜だ、着物で、はい、ポーズ。こんにちは、園井風堂です。近森です。第1巻では基本的な姿勢、立ち方、45度を意識したポーズをお届けいたしました。今回はその基本的な立ち方、45度をベースに次の段階へと思います。第2巻女性編、着物フォトポージング、題してフレイン。すぐです。レッツゴー。車の打ちかけで、指が見えますのでね、これで説明したいと思います。指の隠し方、まずですね、グーしてください。グーをして、今度親指、人差し指で袖口をつまみます。上のところで、で脇をグーッと締めて引っ張ってきてください。引っ張ったら他の指をまっすぐ、このまま前に習いみたいな感じですね。で指は揃えてくださいね。そうするとこのように隠れます。指は人差し指、中指で挟みます。はい、着物だとこういう風になりますね。こうやって、手が隠れます。気をつけなきゃいけないのは、手の甲が丸まらないように逆に反るようにしてください。 できればやる前にね、両方こうやって合わせて合掌すれば、手の甲がまっすぐになりますので、ここを気をつけてください。はい、続いて足ですけれども、もう一つ覚えておいていただきたい、引き足というね、足ですね。例えば右足がこう出てますね、内股で。でこれを引きます。まっすぐ引いて前足が内股になる、この体勢ですね。横から見ますとこう出ますね、出てる足がまっすぐ、このような状態ですね。引き足を覚えておいてください。はい、それではお待たせいたしました。鶴のポーズですけれども、4種類ぐらいしかないですね、パターンとしてね。まず指を隠してください、先ほどのように。まず胸に、これ羽だと思ってください。羽を閉じます、ね、開ける、脇締めてくださいね。